藤倉武雄は日本の政治家、医師。2から5代目成田市長、成田市消防本部所大消防庁、成田市名誉市民。1956年11月10日の成田市長選挙で当選し、健全なる田園観光都市の完成を目指して、全市長の諸政策をさらに発展させると、所信表明をして成田市長となり、4期14年にわたって務めた。 君四刀髄法賞を受賞し、成田市名誉市民に選出された。医療体制の拡充、新庁舎建設、農業振興事業の推進、道路網の整備、衛生施設や教育施設の充実、新東京国際空港の建設などに尽力し、急激な社会情勢の中にあって、調和の取れた姿勢の進展に努めた。医師でもある藤倉は、 市長でありながら自ら市民への住民検診を行うこともした。成田市長在任中に成田空港問題が発生し、対応を迫られた。1966年6月22日に三里塚周辺での新東京国際空港建設が突如内定し、動揺した成田市の地元住民らから説明の要求があり、成田市は 住民説明会を1966年6月25日に成田市立三立科小学校で開催した。この時、発表の直前に知事から計画を聞かされていたとはいえ、十分な準備を行うことができないまま説明に臨んだ藤倉は、空港敷地は三立科地区とする。面積は1065ヘクタールとする。滑走路は4000メートルと2500メートル2本とする。 その他の地保障、道路関係について、といった簡単な内容の原稿を読み上げることしかできず、藤倉は住民らの土星や和星を浴び、もみくちゃにされながら退場した。住民らをなだめることに失敗した藤倉は、結果として三里塚闘争の発生を防げなかった。吊るし上げを食らった市役所の関係者らが警察の警護を受けて脱出すると、 住民らはそのまま会場に残って、今後について話し合い、ふさと住民らのアドバイスを受けつつ、その日のうちに三立か、芝山連合空港反対同盟の前身である三立か、空港反対同盟の結成を決めたと言われる。地元説明会は6月27日にも、市役所で行われたがそれ以降実施されず、市議会で問われた藤倉は、市民全体に説明するのが良いが、 なかなかできないし、時間も切迫していた。役員を通じて連絡するのが一番徹底するし、正確と答弁した。なお、後に三立か芝山連合空港反対同盟の事務局長となり反対同盟分裂後には北原派を率いることとなる北原高知や反対同盟副委員長を務めた石橋正次は三立か闘争が発生するまで藤倉の参謀役であった。 藤倉は、私は、成田市長としてこの問題について、市民の皆様方のご意見ご要望を十分お聞きして、県や国へ伝え、また国及び県からの言い分を、皆様にお伝えして、あくまでも、市民の皆様方の立場を考えて、将来不幸の内容に努力することこそが私に与えられた任務であります。 と表明し、市街地での衝突を懸念した警察が、反対派の集会会場を市営グラウンドから変更させるよう求めてきた時も慎重な姿勢を崩さなかったが、自宅には昼夜を分かたず反対派による嫌がらせや、抗議が殺到し、成果である料亭にも、節倉しとムラいを迎え、お迎えと書かれた看板を立てられるなどした。 藤倉は、成田空港問題の激務と振動により1970年9月1日に病に倒れ、その後再起不能の渋滞となったことから、第一次大執行直後の1971年4月22日に、辞意を表明し、同28日に臨時議会で承認された。同年5月1日には、成田市の名誉市民に衰退されたが、 成田空港の完成を見ることなく11月11日に死去した。ありがとうございます。